ホットタオルを作って目の上に置いて少し休めるのがいいですよっていう風に教えていただきました。やっぱりそういう目の疲れっていうのはどうしてもついてくるものなんですけれども、気をつけてやっていきたいなって思います。それではここで一通メッセージが届いています。ラジオネーム教えたガールさんです。こんにちは。こんにちは。どんなスポーツをやらせても飛び抜けはしないけど平凡にこなせる女、教えたガールです。ところで井上さん、最近運動はしていますか？全くしていません。私は慢性的な運動不足には絶対的な自信があるので、そろそろ何か手を打たなければと考えています。笑い。というわけで今回はゲーム感覚で楽しく運動ができる場所、スポーツドーム宇多津をご紹介します。宇多津町の浜2番町、浜街道から道を1本入ったところにスポーツドーム宇多津はあります。2002年のオープンから地域密着型として親しまれているアミューズメントスポットで、メインの施設はお店の奥にずらりと並んだバーチャルバッティングです。1枚300円のメダルで24球を楽しめるこちらは、ナンバー1からナンバー6の打席が軟式野球ボール、ナンバー7の打席がソフトボールに対応しています。打席ごとに65キロから最大140キロの球速が設定されていて、変化球やボールの高さ調整もできるので、お好みに合わせて遊べるようになっています。おー、なるほど。ちなみに私は野球経験がないものの、100キロのボールくらいなら軽く打てるんじゃないかという根拠のない自信を抱いてバッターボックスに立ってみましたが、それはそれは絵に描いたような空振りとボテボテのゴロに倒れ、人として謙虚な気持ちを持つ大切さを学びました。やっぱり100キロはなかなか難しそうですね。バーチャルバッティング以外にメダルで遊べるのはピッチング、テニス、トスバッティング、サッカー、バスケットの5つで、それぞれ用意されたパネル型のターゲットへボールを当てたり、リングを狙ってシュートをすることで高スコアを目指します。ちょうど私がお店にいた時に高校生くらいの男の子たちが熱くスコアを競い合っていて、その光景を眺めるだけでもちょっとしたスポーツ観戦気分で楽しかったです。またバーチャルバッティングにはホームラン賞、その他のコーナーにはパーフェクト賞が設けられていて、達成した人はメダル無料券やお菓子をゲットできるので、ぜひ目指してほしいそうです。そんな特典があるとなんかさらにこう燃えてきそうですよね。すごい。そして遊ぶために必要なメダルは店内のメダル貸し機で購入できるのですが、その際まとめ買いをする方がお得になっています。例えば通常300円でメダル1枚のところ、1000円なら4枚と交換ができるので、1枚ずつと比べて200円も安く手に入れられます。が、実はスポーツドーム宇多津のメンバーズカードへ会員登録するとさらにお得な購入ができるって知っていますか？いや、知らなかった。これは時期によってお休みをすることもあるそうなんですが、会員がカウンター横の券売機で1000円券を購入した場合、なんと5枚のメダルと交換してもらえるんです。お得。さらに1000円券購入限定のポイントカードが発行され、そちらへポイントを貯めていくことでメダル無料券や雑貨、野球用具などをプレゼントしてもらえる特典もあります。これめちゃくちゃお得じゃないですか。この他、誕生日当日に来店された会員にはもれなくメダル1枚をプレゼントしてもらえたり、軟式野球のスポーツ少年団、野球部、ソフトボール部に所属している小中学生を対象にバッティング練習専用回数券を格安で提供するなど、サービス盛りだくさんのメンバーズカード。年間登録料は300円だけなので、あっという間に元が取れ、たくさん遊びに来られる人はもちろん、時々の利用という人にも会員登録はおすすめです。これは絶対ですね。さて、メダルで遊べるコーナー以外にもいろいろなゲームが取り揃えられているアミューズメントコーナー、ストレス発散におすすめのコーナー、卓球やパターゴルフを楽しめるコーナーなどなど、家族や友達同士でそれぞれが夢中になって過ごせるスポーツドーム宇多津ですが、最後にまさかのお得情報をお届けします。それは
今回のメッセージを綴るためにスポーツドーム宇多津の店長さんからいろいろな情報を仕入れていた時のお話なんですが、それならばということで井上さんに読んでもらっているこのメッセージを聞いた方への特典として、2023年9月末までの期間中、お一人様1回限りですがメダルを1枚サービスしてもらえることになっちゃいました。なので遊びに来られた際はカウンターで教えたガールを聞きましたハートと伝えてみてください。ぜひ恥ずかしがらずに笑い。ということで今回はいつでも楽しく爽やかな汗がかける場所、スポーツドーム宇多津のご紹介でした。ではではといただきました。教えたガールさん素晴らしい、拍手。座布団10枚送ります。会員登録するとこんなにお得がいっぱいあるんですね。これからスポーツの秋ということで、ぜひ皆さんにね行ってみてもらいたいなと思いました。私スポーツ全くねしないんで、こういった場所も全然行かないのではないかって思われがちなんですけれども、何度かね足を運んだことはあるんですけれども、その時に私もちょっとね体験してヘナチョコバッティングを披露したことはありますが、それはそれで盛り上がりますし、でまたねみんながやってるのを見たりとか、スポーツに長けてる人がガンガン打ってるのを見るのって、もうそれはそれは自分が打っていなくても爽快で、見ていてね飽きなかったので、いろんなね楽しみ方ができるなって思いました。でもなんかこうね今回の情報を紹介していると、私が知らないものもたくさん増えているような気がするので、また今度ぜひ行ってみたいなというふうに思います。ぜひ皆さんもスポーツドーム宇多津さんで、スポーツの秋を満喫してみてください。今回も教えたガールさん、素敵な情報ありがとうございました。